はい、今日から家で育てる、お家で育てるキノコの栽培キット、マッシュルームファーム、クローキングキット、エリンギを育てていきたいと思います。開封してみましょう。開くと菌糸がいっぱいの木が出てきました。固まってますよ。なるほどね。栽培袋、栽培ブロック、栽培袋、購入後はすぐに栽培を始めてください。内容物の確認。栽培袋、栽培ブロックで、この紙とこれか。ではまず栽培ブロックの上部をカットする。でも工程取るのめんどくさいので終わった姿を次撮ります。